はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、12月28日ということで、僕自身のですね、撮影年内ラストということで、まあ多分ね、この動画が上がる頃にはもう1月半ば後半になってると思うんだけどね。ちょっと編集遅くてごめん。今年ね、年内ラスト撮影ということで、この2022年、年内撮影で回ったお店さんで一番感動したラーメンを食べて締めくくろうと思いまして、本日はですね、まあ、ちょっと背景見たらもしかしたらわかる方もいらっしゃるかと思います。まあ2022年はね、まあ動画の方でも私生活でも家系にハマるにハマりまくった年だったので、まあ、もちろん本日も家系なんですが、もういろいろとね、公私ともにお付き合いさせていただいているこちらのお店でございます。本日お邪魔させていただきますのがこちらの裏武蔵屋さんでございます。こちらのね、裏武蔵屋さん、初めてね撮影でお伺いさせていただいた時にはうますぎてすっげー感動したんですよ。そこからいろんなねイベントなんかも一緒に参加させていただいて、ちょっとなんですけど厨房にもね立たせていただいたりとか、もう本当にお世話になってるお店さんなので、今年はですねこちらの裏武蔵屋さんで1年を締めくくろうかなと思います。11時オープンなんだけどね、今日は張り切りすぎまして9時半に到着しております。まあ、裏武蔵さんはですね、オープン前でも店内で待てますので、早めにですね、入っていこうと思います。よしよし。ということで、ただいまですね、店内に入っておりまして、すでにですね、営業が始まったという状態でございます。で、今回はですね、まあ、通常の裏むさに、プラス2杯目にですね、特製を食べていこうと思います。もちろんですね、ライスもいろいろと注文しておりますので、本年ですね、最後のラーメンを楽しんでいこうと思います。まずね、ラーメン来る前に、もちろんライス注文してありまして、メニューにですね、食べ放題のライスもございますので、とりあえず1杯目台で注文いたしました。ということで、本日のですね、1杯目到着いたしました。本日はこちらですね、1杯目いただくのが裏むさにちょこちょことほうれん草だったり海苔もね、トッピングしてあります。それではこちらいただきたいと思います。ちょっと一口目はスープからいきましょう。うん、裏武蔵さんのスープはめちゃくちゃうまいわ。スープもうまいし、チーズもうまいし、そして醤油もうまい。6勝でーす。ありがとうございます。そしたらですね、こちらの麺そろそろいっちゃいたいと思います。やっぱね、その撮影の中で今年初めて食べたラーメンの中で一番感動した一杯だてじゃないですね。そしたら今日はね、これ贅沢に海苔とほうれん草いっちゃいまして、これまだね、この裏武蔵さんの生ほうれん草がうまいんですわ。光景どうですか。もうこれでうまいよね。これちなみに今金の丼じゃないですか。これ通常の丼とは違うんですよ。一応ね、毎日朝限定9名様かなのみに金丼でね、ご提供してますので、ぜひね、これで食べたいよって方は、朝一ね、ちょっと早めに来ていただいて、ぜひこの金丼で食べてみてください。そしたら、ちょっとこちらでね、海苔とライス、しっかり絡まさせていただきます。うん。もう贅沢にこれ、海苔、ほうれん草、チャーシュー。はい、どうも。
うめえ。ということで今ですね、もう大ライス完食しました。続いてね、全然まだこれラーメン余ってますので、ちょっとライスおかわりしていきたいと思います。はい、ありがとうございます。いただきます。はい、やっぱね、好きなラーメンでライス、まあ、家系は特に止まりません。そしたらちょっとこの辺りで、今はもうないんだけど、ちょっと前にね、青混ぜという限定の海苔を販売してる時期がありまして、まあ、少しだけね、取っといていただけたみたいなので、これを使ってラーメン食べていこうと思います。ちょっとどうもありがとうございました。どんなものか。うわ、香りやばいわ。この海苔は青混ぜという名前のごとく、通常の海苔に青海苔を混ぜ合わせて作られた海苔らしくて、青海苔の香りがね、すごくいいわ。はい、どうぞ。どうぞ。そしたらもうですね、これライスもラーメンの方もほぼラストでございます。これですので、最後はね、この味玉をライスに落として、これ残ったスープもね、よいしょ。うわ、で、これの項でこちらのご飯でいきたいと思います。ということで、1杯目完食いたしました。それでは続いてですね、2杯目も注文していきたいと思います。はい、ということで、これ今ですね、2杯目のラーメンが到着いたしました。こちら、2杯目にいただきますのが、ウラムさんの特選の、しかも麺量は大でございます。ちょっとね、他にもいろいろ注文したんだけど、まあ、ちょっとね、説明しつつ食べていこうと思います。いただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。通常はもちろん美味しいんだけど、特製にするとチャーシューがね、増えることによって、より肉の出汁の感じ、そういったね、香りなんかも変わってくるので、まあ、皆さんもね、ぜひね、食べ比べしていただけたらと思います。早速ね、これチャーシューも多いんで、いいよ。一名様ご案内します。特選3種類ね、行きまして、これまずはその肩ロースかな。はい、どうぞ。うん。うまい。うん。で、続いてこちらですね、バラ肉でございます。正直2杯目でも変わらずうまいというか、またさらにうまい。そしたらちょっとこの辺りで頼んだ TKG ですね。これね、うわ、これでね、1杯すげえ安いんでお得なメニューなんですけど、ひとまずはそのまんまで。このメニューもこれね、海苔をさ、こうしっかりと浸して、これこうですよ。
本当ね、BKG 一瞬です。紹介してないに等しいぐらい一瞬、それぐらいうまい。これ浦松さんではね、ライサのお客さん限定で、これね、花かっぱっていう、これ無料なのよ。ご飯乗せ放題なんだけど、チャーシューとこの漬物混ざったやつで、これが無料でかけ放題なのはあまりにも安すぎるわ。先ほどもご説明させていただきました、海苔とは別に販売している極上海苔でございます。これなんかはね、お寿司屋さんとかで使われているようなめちゃくちゃいい味らしくて、本当にね、海苔としての香りとあと食感、もうこれがね、段違いです。やっぱこれ食わないと年が収まんないですね。そんな経験がない。はい、じゃあ1名様どうぞ。はい、出してみて食べそう。これがもうラストでございます。はい、ということで本日もありがとうございました。米編コーナーの時間に参りたいと思います。これね、米編コーナー分かりやすいようにちょっと文字付け加えてみました。いや、僕話長いからね。はい、ということで本日一発目のコメントはこちら。前回ね、撮影した動画が煮干し系のラーメン屋さんで替え玉何玉いけますかみたいな感じの企画をね、撮影したんですけれども、本当にね、僕らめちゃくちゃ食うの早いんですよ。一応お店さんは麺半分食べ終わった頃に替え玉をコールしていただけたらちょうどいいタイミングできますよとおすすめされてたんだけど、僕らのね、速度じゃ全然間に合わない。基本的には普通にオフでね、外で食べに行ったとしても前のラーメン出てるお客さんを追い抜いて完食してね、退店していくぐらいなので、まあもし僕らを街中で見かけても、こう食べる速さにね、驚かれないようにしてください。そしたら続いてのコメントはこちら。やっぱりさ、大食いの人が好きなラーメンって二郎系とか家系とか、あとはラーメンショップさんとかね、そういう系統が好きと思われがちだと思うんですけれども、僕ね、普通のいわゆるチンタンとか煮干しを使ったようなラーメン結構好きで、昔はね、よく食べてたんですよね。ただね、いかんせんこうハマり症であり飽き症であるので、最近はね、あんまり普段から行ってないんですよね。もうドハマりしてる家系ばっかり。ただね、もちろんそっち系のラーメンも大好きなので、皆様のね、おすすめがあればじゃんじゃん教えてください。そしたら本日最後の3つ目のコメント、本日もいただきました。おすすめのお店、ちょっとね、これ気になったので早速調べてみたんですけど、こんな感じ。めちゃくちゃうまそうじゃない。いわゆる北海道系のラーメンなのかな、こう炒めてる炙り系の味噌もあったし、なんかね、めちゃくちゃうまそうなんですよ。こういったね、味噌ラーメンにチャーハンとか合わせてかき込んだら最高じゃないですか。もうね、想像しただけで腹減ってきますよ。今ね、撮影時間、編集時間がね、こう夕方の5時なので、ちょうど空腹と重なって今めちゃくちゃ辛いです。近々ね、後藤翔太さんのおかげなのかせいなのかで、もしかしたら味噌ラーメンの動画上がるかもしれません。ということで本日の米編コーナーはこちらで終わりたいと思います。また次回もお会いしましょう。じゃあねー。